サンタレンは、ブラジル北部のパラー州の都市。2016年の人口は215,690人。アマゾン川に面する港湾都市である。ブラジルのアマゾン川本流域においては、マナウス、ベレンに次ぐ第3の都市である。タパジョース川とアマゾン川の合流地点にある。この地はかつてインディオの一部族であるタパジョース族の本拠地であった。その後、 ポルトガルからの移民が1661年6月22日に、ここに町を作り、ポルトガル本国のサンタレンの町から名を取って同じ名を、この町につけた。サンタレンの町には、ローマカトリックの司教座が置かれている。サンタレンにあるマエストロ・ウィルソン・コンセカ空港は、アマゾン地域の交通の重要拠点であると同時に、国内各地に定期便が就航している。また、 アマゾン川を遡る定期客船はすべてこの町に寄港する。サンタレンはアマゾン河口のベレン途中流域のマナウスの中間地点に位置し、アマゾン下流域で重要な地域市場の中心地である。市の経済は農業、牧畜、工業を主な産業としている。サンタレンはゴム採集、コーヒー、金鉱などで数回のブームの盛衰を経験してきた。 現在では、この周辺では、大豆栽培が盛んになりつつある。パラー州は、巨大すぎるため、州を東西に分割する案が提唱されており、この案で誕生する西部新州は、タッパジョース州と呼ばれ、サンタレンを州都とすることになっている。サンタレンは、タッパジョース川が、アマゾン川に注ぎ込む地点に位置し、やや暖かく濃い青色のタッパジョス川の水と、 アンデス山脈からの土砂を多量に含むため茶色のアマゾン川の水が混ざり合うことなく数キロにわたって街の前を流れていく光景は多くの観光客を引きつける。アマゾン川はアンデスから東に大量の堆積物をもたらす。この現象は地元民に水の会合と呼ばれている。また、サンタレンからタッパジョス川を30キロメートルほど遡ったところにあるアウテルドションは 美しいビーチとして知られ、観光の中心となっている。アウテールドションには、車で30分かけて行くか、ボートで1時間で行くことができる。シティポピュレーションエッツランビ、2016年12月29日。ありがとうございます。